新刊家康の選択小牧長久手大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは小説家志望者が行政書士資格を取得するメリットとは。今日は雑談です。鈴木喜一郎小説講座で20代から30代のだいたい受講生、若い受講生でね、特にその何か専門職とか、資格だとか、そういうスキルだとかっていうことを持っていない人向けに、そういう人には、まあできるだけその、行政書士の資格を取っておこうねっていう話をしてます。んで、先日の講座の講義の時に、先生いつもそういう話なさってるけど、それなんでですかっていう、そういう質問が来ました。で、あ、そういえばと思って、改めてこれ整理してお話をしとこうかなっていう、そういうことです。行政書士って何っていう話、よく司法書士と混同されますけど、そこら辺のところはググってください。行政書士、国家資格です。んで、行政書士の資格っていうのは、行政、まあ、その名前の通り、大書さんです。法律に関わる業務、のうちで、他の独占的業務に関わるもの以外の法律の書類を提出するものを代行するということを、その仕事が行政書士の仕事です。他の仕事で独占されているものっていうのは、税務書類は税理士だね。特許に関するものは弁理士。それからと、法人の登記や土地建物の登記はこれは司法書士。まあ、それ以外、まあ、訴訟に関わる書類の作成っていうのは、弁護士と司法書士だね。まあそういうふうに決められているんだけれども、それ以外のもの。例えば免許の更新って基本本人がやんなきゃいけないんだけど、まあ代わりにその提出するような書類っていうのを、東京だったら、都内だと行政書士がやったりするよね。だとか、風俗営業許可申請業務。パチンコだとか、ゲームセンターっていうのは風俗営業の許可申請の業種なので、その警察にその業務をお願いするとか、書類を提出するとかっていうのは行政書士がやってます。こういう行政書士の資格っていうのは国家資格なので、で、そのために、その、法律だとか行政に手続きに関する知識というのが必要です。で、小説家は、その法律や行政手続きに関する知識が必要な場面があるため、行政書士資格を取得することで小説の執筆に役立つことがあると。いうことがまず第一。で、第二、行政書士試験っていうのは、そこそこ難しいけど、難易度というのはそこまでとんでもなく高いっていうわけではないんです。だいたい、
合格率というと大体 12、3% から 15% ぐらい、大体それで前後してます。んで、まあ新人賞の予選通過率と大体同じぐらいかな。で、今は国家資格増えてきているのであれなんですけども、一昔前は宅地建物取引初任者とか現物取扱い主任者だとかっていう、まあそういうものに次ぐ人気資格です。年間でだいたい4万人ぐらいの受験者がいます。で、このぐらい人数がいると、その独学しやすいんですよ。全国どこの書店でも、その行政書士試験の参考書、問題集、過去問っていうのが大抵の書店で売ってます。ちょっと大きめの書店だったらもう余裕で売ってるので。んで、まあ隙間時間で勉強できるっていう、まあそういう種類の資格です。んで、次、行政書士の資格を持っておくと、どんな有利なことがあるかというと、まあ行政手続きや法律問題に関する知識を得られる。どんな知識かというと、行政書士の試験科目っていうと、民法、憲法、商法、行政法、それからあと法の一般知識ね。法律の一般知識って何かというと、用語の一般知識で、未満と以下の違いだとか、そういった法律の独特の言い回しがあるんで、それについての知識ということが、それができるようになると、判例集だとか、判例集が読めるね。あと、まあ日常的なものだと、まあ、法律がある程度、法律用語、法律の条文などが大体読めるようになります。著作権法って、こういうこと、こういうふうにできてるのね、とかっていうものの行間が読めるようになるのでね。んで、判例集だとかが読めると、その判例の向こう側にある人間模様だとかも見えてくるのでね。そうすると、こう、ネタが拾えるんで、早い話がね。で、憲法の知識がそれなりにあると、その新聞の記事なんかも、新聞だとか、まあ法律も憲法に乗って作られているので、で、つまりこれどういう意味なんだろうかっていう、つまりこれはどういう法律なんだろうかっていう、まあそういうことが読めるようになってくるっていうことがあります。で、そういうことだとネタ枯れとかが少なくなってくるので、ネタ拾うときに頭の中でこれくり回すよりも、やっぱこうやって法律って作られてるんだとか、人間のルールってこうやって作られてるんだなってことが分かるようになると、物語が作りやすくなるっていうことがあります。それから、四つ目のメリットとしては、その、自分の法律に関するスキルっていうのを客観的に示せるっていう、そこら辺のところはあります。まあ、ぶっちゃけた話、小説家が
を諦めても、てか小説を買う諦めるときに小説の勉強だけをしてると潰しが効かんのだ。あ、ただこう小説家を目指したときに、それなりに法律の勉強をしたといっても、こんな勉強しましたっていうときに、少なくとも行政書士ぐらいの スキルがあれば転職するときに有利だからっていう、そういうことはあります。学んだっていうことが形に残るので、行政書士で、開業は難しいと思う。開業してそれで食っていけるのは難しいと思う。ただ行政書士レベルの勉強はしましたよっていうことをやっておくと、小説家を諦めても手元にこれだけの勉強しましたよっていう、小説をしましたよっていう、その証明はできるのでね、ということです。で、まあ行政書士の試験の中に刑法がないので、ミステリーを書くときには刑法と刑事訴訟法の知識ってこれ不可欠なのでね、ただまあそれは日弁連がやってる法学検定という試験があります、まあ、そこで補えるので、それと合わせて法学検定のビギナーズだと大学生が就活のためにこう受けてたりするので、まあ合わせてそれと勉強するっていう手もあります。あと行政書士の勉強って、宅地建物取引士と試験科目が結構ダブってるので、一緒に勉強しちゃうっていう、そういうのも結構効率がいいので、どうせやるんだって一緒に、それで宅地建物取引士と一緒に勉強しちゃうっていうのも手です。僕はそうやって20代の時に取ったね、30手前ぐらいの時にね。で、やっぱりね、こう勉強して頭の中に入る時期ってそんなに長くないんだ。やっぱね、40過ぎるとかなり頭が良くても頭の中に入ってこなかったりするので、やっぱりね、20代、30代だとちょっと遅いかもしれないけれど、20代のうちだったら頭の中に詰め込めるのでね。やっぱ20代、30代のうちにどれだけの仕事をして、どれだけの、その専門知識を頭の中に詰め込んでおくって、すごく大事です。小説というのは、あなたの頭の中にある作品世界を読者にどうやってこう示すかっていう、そういうことが大事なので、20代30代っていうのはどうしてもね、それをこう読者に広げるための入力自体が少ないのでね、だからまあ、詰め込むことって大事です。で、今専門的な知識を必要とする仕事だとか、接客業だとかね、接客業の場合だととてもたくさんの人に会うので、その出会う人そのものが勉強だったりするのでね、そういう場合だとまた話は違うんだけども、そうした専門的なスキルいや対人スキルがない場合には、机にかじりついて勉強しましょうねっていう、まあそういうことです。この番組のお便り、ご質問を募集しています。
Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー乱歩症や横溝接症、横流物新人症など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは失礼します。